out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. ハートになるんだ。I don't make a sound when I shut the door.おはようございます、小粒です。ただいま時刻は朝の4時50分。まだね、日も出てない真っ暗な時間帯です。そうです、今日はいよいよ屋久島といえばこれ、縄文杉を見に行きます。縄文杉のトレッキングに行くにはですね、荒川登山口というところから入るんですけども、登山口周辺は環境保護のためマイカー規制となっています。そのため屋久杉自然館というところから約40分間の運行の登山バスが出ているので、自家用車は屋久杉自然館まで乗って行って、そこで登山バスに乗り換えっていうことになります。というわけで私は今朝5時20分発のバスに乗車すべく屋久杉自然館に向けて出発しました。朝とはいえまだまだ真っ暗な中運転するのは非常に怖い。屋久島本当に動物いっぱいいるからね。縄文杉までのトレッキングはコースタイム約10時間以上かかると聞いてとてもビビっております。私は撮影などもしてかなり遅くなる方なので、遅めに設定されたコースタイム通りって感じになっちゃうので、登山口にはねもう暗いうちからついておいて、辺りが明るくなり始めると同時に入山しようと思ってます。道怖え、うわでも楽しみです。行ってきます。バス停到着しました。すでに長蛇の列、めちゃめちゃ人が多いです。すごい。はい、荒川登山口に到着しました。まだまだ暗かったので夜明け待ちをしていたんですが、見事に雨が降ってきたので明るくなってきましたが、雨のスタートとなります。頑張るぞ、行ってきます。はい、行ってきます。だいぶ明るくなりましたね。最初はひたすらこのトロッコ道を歩いていきます。はい、薄暗い中出発しました。ひたすらこのトロッコ道を歩いていきます。雨もね、カッパを着て準備をしているうちにちょっと小ぶりになってきましたが、こんなに暗いうちから入山するのは初めてなのでドキドキしています。まあ、周りはすごいもうガイドさんもいるような団体さんいっぱいいるんで、まあ、安心かなと思います。頑張れたー。このトロッコ道をひたすら1時間、2時間ぐらい歩くみたいです。おお、トンネルの中だ。洞窟の中、トロッコの。すごい。ワクワクするね。出ましたー、トロッコ橋。うわー、怖い。両サイド本当に何もないです。え、めっちゃ怖い。でもめっちゃ美しいね、両サイド。だいぶ辺りも明るくなってきて、こういうところがねこれから何本も何本もあるらしいです。3本目のトロッコまで来ました。渡ろう。おー、怖い。ランプ点灯中はトロッコが走っています。接近したら線路脇に退避してください。え、これ本当に今でもまだ使われてる道なの？トロッコ走るん？すごいね。はい、小杉谷橋ですね。お、立派な橋。おー、おー、すごい、綺麗。しっかり辺りも明るくなって、朝焼けが向こう側にオレンジ色になってますね。超綺麗。お、なんかある。え、小杉谷小中学校跡、集落があって学校もあったの。え、こんなとこに。よし、休憩所があったので休憩しましょう。約1時間ぐらい歩いてきました。
ここでこの集落のことについて学べるみたい。さて、小杉谷集落を過ぎるとあとは楠川分かれっていうところまでね、ずっとこのトロッコ道をあと40分ぐらい歩いたら昨日の白谷雲水峡のトレッキング道みたいな、まあ、ちょっと登山っぽい道に入るみたいですね。登りが全然ないし本当にひたすら平坦な道を歩いていくので全然初心者の人でも歩けそうな感じです。楽だけど時間が長いって感じかな。はい、2個目の休憩ポイント、最後のトイレポイントに着きました。これ以降は携帯トイレブースしかないみたいですね。というわけでもうお腹空いちゃったんでフライングご飯いただきます。今回も宿の姉さんが作ってくれました、うん、でも今8時だけど朝ごはん4時だったからお腹空いちゃったの。うまい。さあ再開、まだまだトロッコ道を歩いていきます。そして3台過ぎ、1台目の倒木の上に2台目が育ち、2台目の切り株の上に3台目が育っている。おーすごい。おおーめっちゃでかい杉が出てきた。仁王杉だって。仁王杉すごい。これは大迫力だ。多分 GoPro じゃ伝わらないな。ここでトロッコ道最後です。出発してから約3時間10分ぐらい。さあここからは登ります。がっつり頑張るぞ。ここからがっつり登山道で縄文杉まで約2時間かかります。でね、さっきの分岐点の看板にはここを遅くとも10時までには絶対に出発していてください。縄文杉は遅くとも1時までには引き返してくださいと看板に注意書きがありました。それだけね大変時間がかかるのでこの時間を過ぎるようであればもう引き返してくださいということですね、まあ、ちなみに私は今ギリギリ9時50分なので、ちょっとね歩幅がちっちゃくて撮影とかもするので平地だとねだいぶ遅れを取ってしまうんですが、いつもまあ上りで追いつけるので挽回したいなと、まあ、焦らず、よし頑張ります。有名なウィルソン株に到着しました。この中から上を見るとハート型になってるらしいですよ。行ってみよう。じゃーん、これをある角度から見るとハートになるんだって。どの角度かな。じゃーん、ハート。この角度でハートに見えます。と見えたぜ。イエーイ。待って、泳ぎめっちゃシワシワなんだけど。はい、それじゃあ縄文杉目指していきます。